クワハラヨシユキは東京都北区出身の元プロ野球選手。日大豊山高校時代3年時の夏に第82回全国高等学校野球選手権大会に出場。高校卒業後は日本大学へ進学。東都大学リーグ通算60試合出場210打数64アンダ打率305で本類打18打点。 2003年春季のリーグ戦で、首位打者になる。ベストナイン3度受賞。4年生の時に、全日本大学野球選手権大会で準優勝。日米大学野球日本代表に選ばれる。2004年度ドラフト会議にて、横浜ベイスターズから8巡目指名を受けて入団。2軍で高成績を残していたが、9月1日に、左膝前十字陣体断裂の手術を受けた。 2006年、シーズン終盤に骨折で、登録抹消となった小池正明との入れ替えで、初昇格の機会が巡ってくると、10月1日の対、ヤクルト戦でプロ発案だ。2007年は2軍では打率、283、6本塁打、26打点とまずマースの成績を残すが、1軍昇格はならなかった。2008年も2年連続で1軍出場なしに、終わった。 2009年は7月29日に1軍登録されるが、その後はヒットを打てず8月序盤に降格となる。8月20日に1軍復帰後、8月26日の対、阪神対ガーアース戦で、プロ入り1号となる、代打本塁打を放つ。2010年は1軍出場は5試合に止まり、ヒットも1本と1軍の試合に出場した年の中では最低の成績となってしまった。 2011年は1試合の出場に終わり、同年11月9日に戦力外通告を受けた。同日、自身のブログで現役引退を表明した。12月2日、自由契約公示された後に、横浜 DNA の球団職員となり、ベースターズジュニアチームのコーチを務めた。現在は2軍マネージャー。愛称は、ジェニー。高校、大学ではキャプテンを務めた。 高校時代は、日大豊山高校で、甲子園初出場し、本戦でも本塁打を放っている。大学時代は4番を務めたこともある。2010年まで同僚であった吉原道の海は、日大豊山高、日大の1年先輩。那須ヌ匠は、日大の同期。ありがとうございます。